どうも、いちょうです。はい、今回はこちらです。はい、フェス3弾ですね。ついに来たって感じです。タクティクスですね。はい、全ラインナップがタクティクス。ということで、単純にこの第3弾をたくさん弾けばタクティクスが強くなるということでございます。生物理に関してちょっとね、タクティクスに依存してた方々は、本当に待望のね、瞬間と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。はい。で、僕の、生物理事情はですね、セリスを使ってました。セリス結構必殺技持ってますんで、はい。まあ、それでどうにかやりくりしてたんですが、まあ、なので、タクティクスにそれほど依存はしてないんですけども、はい。この人ですよね。アグリアス。はい。アグリアスがですね、弱体役として、使ってますので、ちょっとね、今回、アグリアス強くしたいなっていうのはありますね。はい。クリスタル神技、究極神技、欲しいですね。で、D 角。この3つ、欲しいね。はい。ラムザに関しては、覚醒とチェインぐらいしか持ってなかったんじゃなかったかな。で、オルランドは全然持ってない。新奥義となんか超絶持ってたぐらいで、全然、はい。強くないので、なので、アグリアス。はい。ここね、狙っていきたいと思います。できれば3つ欲しいですけど、優先度としては D 角ですね。D 角、究極神技。そして、最後にクリスタルって感じですかね。はい。なので、まずはこのミネルバ・ビスチェ。これが欲しいと思います。はい。まあ、オベリエに関してもね、シングル覚醒持ってますんで、まあ、これもあってもいいのかなっていう感じはしてます。はい。まあ、オーラもシングル覚醒、持ってますので、まあ、あってもいいかなっていう。まあ、どれ来ても、ね、まあ、万々歳って感じではあるんですけども、できればアグリアスが欲しいということで、行きたいと思います。ミスリルは379個です。何個使うかはちょっとわかんない。2段のバッツもちょっと気になるし、4段のスコールも気になるしっていうところでね。はい。まあ、撤退の時期をね、ちょっと見余らないように、ちょっと言えませんね。はい。見誤らないように。はい。行きたいと思います。じゃあまずは、11連。行きます。はい。さあ、どうでしょうか。行ってこい。ああ、いいですね。複数個からの入り。じゃあ、スキップいきます。はい。おっと、モグさんが来ない。で、やれば、アグリアスの D 角が欲しいんですが、来なかったっすね。ミネルバ・ビスチェは、来なかった。オルランドが来ましたね。オーラン、ああ、いいんじゃない。まあ、オーランあんま使ってないですけどね、最近は。最近は使ってないですけど、でも、あって損することはないんじゃないか？補助キャラは。ね。そうですね。健康デバフは入ってないのかな。まあ、戦技で健康デバフ打てるから言っちゃいいんですが。はい。で、オルランド D 角。まあまあ、これもこれでいいんですけど、こうなるとオルランド欲しくなってくるんだよね。いや、でも違う、アグリアス。なんか、オルランドに寄ってくるような雰囲気があるか？これ。ちょっと早めにアグリアス1個まず引きたいですね。いきます。はい。どうでしょうか。まあ、特にそう、タクティクスに思い入れがあるわけではないんですが、アグリアスください。とりあえずは止まった。じゃあ、究極神技がいいですね。ああ、違う。これラムザだったかな？これギザギザだね。確かラムザだった気がする。違ったかな？ああ、やっぱそうですね。究極。いやー、これも言っちゃいいんですけどね。言っちゃいいんですけど、やっぱちょっと狙いと違うところ来ますね。一旦戻るか。ちょっと気持ち変えて、はい、戻ります。やっぱ来ないっすね。こうなるとオルランドラムザーに寄っ
ってくる可能性もありますけども。はい。行きましょう。共通スタンプ、ああ、いいとこまで来ましたね。はい。そしてミスリルはあっという間になくなっていく。厳しいね。最後。おい。どうでしょう。一個。一個。じゃあ、一個だったら被らないでくれ。はい、止まった。さあ、さあさあさあ。おい、お、これはアングリアス。アングリアスのクリスタルだったかな。どうだったっけ。あ、オッケーオッケーオッケー。クリスタルですね。まあ、どっちかで言ったら究極が欲しいです。究極、そして D 角欲しいですけど、まあまあまあ、とりあえずはね、とりあえずは、うん。いいんでないでしょうか。はい。よし。じゃあ、次。こうなると、究極か D 角どっちか取れたら撤退も視野に入れないといけないな。2個。なんとか今んとこね、かぶりの方位も避けてますけど、そろそろですよ。そろそろ来ますよ。おっと、カットイン来ませんでしたね。おい、あーくそ、かぶったオベリアさんですか。オベリア D 角。まあこれもいいっすよね。ヒーラーの D 角。まあ持ってて損はないって感じですけど。でも、ヒーラーってなんか覚醒持ってりゃなんかそれで解決されるような気がしないでもないんですけど。はい。まあ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 。デュアルシフト。ああ、白魔法待機時間なしになる。ああ。味方全体を中回復。待機時間を一旦短縮する。味方のタクティクスシリーズの英雄、ダメージを一旦アップ。あ、じゃ、強いんじゃない？これって。どうですか？どうですか？ねえ。まあ、それはいいとして。さあ、ミスリルなくなってきました。せめてもう一個。もう一個ないか、グリアス。欲しいね。かぶりもちょっとね、始まってきてるんで。一個。一個だったらかぶりかわして。お願い。さあ、来い。おい。わーっと、縦だから、縦だから、誰だ、これ。アグリアスかな？ナイトキャラじゃない？違うか。あ、ラムザか。ラムザ D 角。いや、ちょっとラムザ強くなってきてるな。いや、いいんですけどね。いいんですけど、ちょっとやっぱ狙いと違う。いや、これもいいんだよね。味方のクリティカル率 50%。まあでも 100%。これ 100% になってくやつなのかな？上がってくやつだよね、多分ね。いや、これもいいんですけどね。いいんですけど、ちょっと違うんだよね。さあ、ミスリル、残り129個。行ってこい。どうでしょうか。これでダメだったら、ちょっと考えなきゃいかんな。スキップいきます。どうでしょうか。まあ、タクティクス強くなるから、いっちゃいいんですけどね。ああ、だったら、モンキタなら、究極。あれ、これは、あれ、どっちだったっけ？オルランドゥかな、これ。あ、違う、アグリアスだ。オッケー、究極来た。いやー、これ、撤退でしょ。ミスリル残り79個。まあ、撤退でしょ。一回ラインナップ戻りますけども、一個、二個、三個、四個、五個、六個、七、七、十二分の七、まあいいとこなんじゃないでしょうか。これ、ね、最後泣きの11連やったらまたなんか、前回のね、ガチャ動画と一緒でなんか被りそうな予感がするんですよ、これ。でもね、もう一回引きたいから別なところ引こうかなとかもちょっと考えたりもしてるんですけど、今スタンプの状況どうなってます？スタンプ。
あ、オッケーオッケー。次引くと、これか。この、選べる覚醒だよね。ここを目指してミスリルためてきましたんで、まあ、あと一回、11連引くのはもう確定なんですけど、バッツ行くか？バッツ、ビビ、ノクティスはさほどなんですけど、皇帝、まあ皇帝、って感じっすね。ちょっと待ってくださいね。4段ちょっと見ていいかな、4段。アシェラもいるのか。こいつ全然持ってないからな。ちょっとどうすっかな。セラーもね、ちょっとレギュラーで使いたいところもあるんですけど。5段は？あー、なるほどね。だからミンフィリアいたよね。ミンフィリア。バッツ行くか。バッツ狙って11連しかないけど、バッツ外れて皇帝でもいいかなっていう感じですかね。ちょっと悩みますね。いやー、気持ちこっち行きたいんですよ。こっち行ってタクティクスを少しでもね、あのシリーズで強くしたいっていうのはあるんで、こっち行きたいんだけど、被る気がし、ね、しかしない。いやー、でもどうせだったらこれ欲しいなぁ。行くか。行きましょうか。もう一回。タクティクス。行きましょう。おい。これが最後かなぁ。どうでしょうかね。できれば、かわしてくれ。わぁ、三つ来た。三つ来たんだったら多分、被ると思うけど、全被りはやめてくれ。全被りはやめてくれ。オッケーオッケー。まあ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 、三つあればモグマ来るよねっていう、一個じゃ被るな。いや、被っても、ここ被ってもいいから。ここ被ってもいいから、次、アグリアスの D 角だったら、いいんですが。あー、ダメだ、被った。いやー、やっぱ数多く出ると被るんだよね。あ、これ密集中じゃないですか。これも、オルランドかな？これオルランドっぽいな。だな。あー、オッケーオッケー、究極。はい。まあ、まあまあ、これ引けたんだったら、まあ、前の二つ被ってもって感じではありますけど。はい。ということで、ミスリル使い果たしましたね。まあ、頑張れば期間中にね、あの、50個貯まる気がするんですが、残念ながらアグリアスは引けなかった。アグリアスの D 角は引けなかった。まあ、でもクリスタルと究極、まあ、引けたんで、まあ、まあまあ、ね、上場というか、そういう感じですかね。うん。まあ割とばらけてくれた感じもします。はい。ということで、ごめんなさい。ちょっともう一回戻りますね。ごめんなさい。とりあえずはですね、ミスリル50個までは、溜まるとは思うんですが、ちょっと、もう11年引くかどうかはちょっと、まだわかんないです。はい。で、この選べるリストに関しては、無料ガチャ、無料チケットガチャは全部引いてから、はい、選びたいと思いますので、ちょっと、放流ということで、撮っときたいと思います。はい。まあ、その動画もね、アップしていこうかなとは思ってますけども、まあ、そんな感じですかね。はい。まあ、なんか、ちょっとね、不完全な、部分もありますけど、まあ、欲張っちゃいけないよね。これだけでも十分いい引きしたと思いますんでね。うまくばらけで。はい。また気持ち切り替えてミスリル貯めていこうかなと思います。はい。あとはですね、皆さん、
トをしてますか？回答だったっけ？回答じゃない。あ、回答か。このミスリルのかけら、皆さんどうしてます？使ってます？ちょっと僕結構貯めてるんで、今すぐ11連引こうかなって思っても、まあ、いけなくもないんですが、まあ、これはまた、今後のためにちょっと貯めとこうかなと思います。はい。貯めとくべきなのか、それともガンガン使った方がいいのかね。ちょっとその辺も、ちょっと、皆さんどう考えてんのかなっていうのもね、ちょっと知りたいなとは思ってるんですけども。そんな感じです。あとは、じゃあ、チケットですね。チケット消化になると思います。チケット消化と選べるリストから選んでいく形ですね。はい。まあ、あとは、選べる D 格選んだり、何ですか。なんか来てたよね。プレゼント装備召喚か。こちらもね、動画にしていきたいと思います。はい。ということで、ファイナルファンタジーレコードキーパー9周年。おめでとうございます。10周年に向けてね、また頑張っていただきたいなと思います。そんな感じで、今回のレコードキーパーの動画はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。